ミキプーリ株式会社は神奈川県川崎市に本社を置く電動機器の総合メーカー。速度制御、位置制御、回転伝達機器などの開発、製造、販売を行う企業である。現社長の祖父にあたるミキチン・オサムが川崎市大宮町に創立。電動機器というものづくりの機関部品を長年にわたって製造し、 我が国の産業発展に貢献した変速機の開発をした会社として知られている。ミキプーリは1939年10月14日にミキチン・オサムが大宮町にあった父、ミキジローの自宅には20坪ほどの工場を建ててミキ製作所として創業。今でいうガレージ創業に近い形態のスタートであった。 川崎市は戦前から製造業をはじめとする産業集積地であり高い技術力を求められてきたが、全国屈指の名工が揃う川崎市の技術コンクールで幾度となく入選するなど、未期製作所の機械加工や仕上げ加工のレベルは極めて高く、受注は着実に増えていった。工場はたちまち手狭になり、大宮町の二郎の自宅をすべて取り壊して、 工場を拡張した。戦後、1954年に川崎市で開催された発明公安展覧会に出展したベルト式無断変則装置が一等賞を獲得。それが日刊工業新聞に取り上げられて自動車メーカーやカメラメーカーをはじめ全国から注文が殺到。1966年大ヒット製品の名称を取り、社名を ミキプーリー株式会社に変更した。早くから海外へも積極的に展開、アメリカ、ドイツ、イタリア、スイス、スウェーデンなどのトップメーカーとの技術提携を推進し、事業領域を拡大してきた。現在は速度制御製品、位置制御製品、回転伝達製品の3領域が柱。日本を代表する総合電動機器メーカーへと成長を遂げている。 モーターやエンジンなど駆動源の出力軸と受動側の軸を連結させる機械要素。同社では質量 0.5g の調整密タイプから外径 1.5m を超える船舶用まで幅広い製品ラインを展開している。超高合成、超低感性を実現したセルボフレックスシリーズ、高い耐久性を誇るセンターフレックスシリーズなど、 圧倒的な市場シェアを有する製品ラインを複数抱える。コイルに通電することによって発生する電磁力の作用を利用した装置。電磁クラッチは動力の伝達及び遮断機能を、電磁ブレーキは回転運動の制動及び保持機能を持っている。国内トップクラスのシェアを誇り、特にカスタマイズ対応力に定評がある。名古屋支店、ありがとうございます。